かおちゃん。2月4日日曜日、島をつなぐ、来てね。今日もめっちゃいい天気になりそう。今日は歩きで投稿しております。こんにちは、ベア君。みゃーちめんそーれしもじき父ゆうきです。ということでね、今日も Vlog やっていこうと思うんですが、本日はですね、2024年ね、2月の1日ということでね、今日から2月めっちゃ早い。で、今回の Vlog ですね、初めにね、ちょっと告知させていただきますということで、今度のね、2024年ね、2月の4日が日曜日になるんですけど、今日は1日ね、2月1ね、の宮古島でね、島をつなぐっていうね、イベントが行われます。で、このイベントでハンドメイド、いろいろね、プレセット作ったり、手作りの石鹸作ったり、手作りでお人形さん作ったりとか、まあ、手作りのアーティストたちがね、一堂に会して、こういろいろブースね、出展などして、これを体験できたり、まあ、購入できたりするイベントなんですよ。で、めちゃめちゃ面白くて、僕の知り合いの方がね、主催でやってまして、まあ、友達の奥様が主催してるんですけど、でこの方もお人形を作るアーティストさんでね。で、今回ですね、僕妹が、ね、沖縄県の那覇の方に、沖縄本島の方に住んでるんですけど、まあ、帰ってきて参加するっていうことでね、妹の方は手作り石鹸でブース出展するって言ってましたね。で、なんでそれと内装の方でね、ちょっとお手伝い関わるということで、僕の方もね、こう妹の応援とね、お手伝いがてらね、内装の方でちょっと重たいのとか持たないといけないんで、お手伝いしに行くぞっていう関係でね、まあ、このイベント僕も好きなので、まあ、応援させていただきたいなと思います。で、去年1回目やって、今年2回目、第2回目なんですよ。なので、まあ、新しいイベントということでね。で、去年もね、第1回に関わらずっていうかね、めっちゃ人多くて大盛況っていうんですけど、ね、めっちゃ盛り上がってたんですよ。で、今回その2回目ということで、まあ、僕がね、僕ごときがね、宣伝しなくてもたくさんね、人来るとは思うんですけど、まあ、今度のね、2024年の2月の4日ね、JTA ドームというところで開かれます。場所は宮古空港のすぐ目の前っていうんですかね、宮古島シティっていう三栄さんがデパートがあるんですよ。スーパーがね、スーパーがあるんですけど、それの隣の方にね、 JTA ドームつってでかいドーム型のやつが見えるんで、まあ、分かりやすいかなと思いますね。なんでね、皆様もね、お近くにいらっしゃる方ね、足を運んでみてはいかがでしょうかということで、で僕の方もね、当日ね、まあ、ちょっと Vlog 撮影しながらね、行ってすみれちゃんと一緒に行って、ね、遊ぼうかなと思ってますね。で、前日の方はちょっとお手伝いね、内装のお手伝いの方で関わらせていただきますので、まあ、そんな感じでね、やっていくかなと思います。なんで今日ちょっとね、時間あったらね、その撮影というかね、内装のね、部品作りとかね、妹の方にちょっとインタビューできたらなと思ってますので、まあ、お楽しみにということでやっていきたいと思います。
今日は歩きで登校しております。気持ちいいですね、朝散歩、うん、気持ちいい朝ですね。今日は25度ぐらいです。髪の気候です。髪の気候です。今日もめっちゃいい天気になりそう。ふうということでね、シャワーも浴びましたね。今日久しぶりにね、朝早くからね、あのランニングも取り入れてみましたね。いつもは散歩だけなんですけど、久しぶりに走ってみましたということでね。じゃあまずはね、仕事の方やっていきたいと思います。うん、あーうまいね。体バキバキなんで散歩行ってきます。こんにちは、ベア君。今日休みだね。お疲れさんね。ただいまということで帰ってきましたね。めちゃくちゃ今日も夏日、暑いですね。半袖でもね、長袖で行ったんですけど、よかったかなっていった感じでした。まあ気持ちよかったですね。なんでちょっとね、お昼ご飯の時間なんでね、お昼ご飯準備して食べたいと思います。いただきます。今日もお昼ご飯ね、朝作った朝のお味噌汁に米と納豆ですね。いただきたいと思います。朝ってどうなんですかね。全国的なものですよね。朝のお味噌汁とかね、朝のというか、あの海藻ですね、あの緑の苔みたいな海にへばりついてるやつあるじゃないですか、朝。あれなんですけど、あれ美味しいですよ。で、朝食って、まあ、塩抜きしてね、お味噌汁に入れて、ちょっと塩分が残るんで、まあ、味噌だけで味付けしても、結構ね、あの塩辛い場合があるので、薄めにね、作ると上手にできますね。いただきます。うん。しゃあ、じゃあ午後の仕事やっていく。コーヒー入れた。しゃあご飯も炊いたしね、すみれちゃんからも連絡が来たんでね、もう仕事は終わりにしてね、ちょっとお迎え行っていきたいと思います。どうぞ。おかえり。2月4日日2月4日日曜日、島をつなぐ、来てね。すみれも行きますって言ってる。しもすみれ、すみれも行きます。バイバイ。バイバイ。30秒。島をつなぐでね、手作りのイベントなんですけど、キャンドル救いね、やって
てみたいと思います。本番でもねこれ出るそうなんで、興味ある方ね遊びに行ってください。じゃあすみれちゃんお願いします。はい、じゃあ30秒やっていきたいと思います。お願いします。よーいスタート。破れた。ブブー、終了です。さあどうですか調子の方は。こっちからね、うん、3つ好きなものを選べる、でこれは全部がキャンドルではない、まあ、全部もついてるやつもでっかいのもあるんだね。あ、当たりと外れがあるみたいな感じ。当たりと外れっていうか飾りと不足みたいな。本当？今回紫の花、緑色のフリップ、ただいまということで帰ってきましたね。ご飯作りたいと思います。ブロッコリーちゃん実家からもらったんで湯がいてサラダにしたいと思います。今日のご飯、牛丼そばはすみれちゃんとママ、僕は朝のおつゆと牛皿サラダ定食。ベルグッチョ。奇跡の瞬間、おそばのおつゆが下地の詩になってます。すみれちゃんが発見しました。すごい。夜のスパイシーチキン焼いちゃってますね。おやすみなさい。いかがでしたでしょうか。ということでね、今回の Vlog ねこれで終わっていこうと思うんですけど、まあ日曜日ね、2024年ね2月の4日この動画が出るのが多分金曜日だと思いますので、2月の2日ね、なんで4日ね JTA ドームに遊びに来てください。島をつなぐというイベントですのでね、遊びに来てくださいということで、僕もね11時からだったんで、どこかのタイミングでいると思います。2時間ほど多分うろちょろしてると思いますので、お声掛けください。見えたらで皆様もね遊んで、まあ、ワークショップでね体験などもできたりするらしいので、昨日妹に話聞いたら、なんでね、で外の方にはねキッチントラックっていうんですか、ね、キッチンカーなどもいろいろフードの方もね来るっていうんで、結構ね楽しいイベントになると思いますのでね、でまたアーティストさんのね素敵な作品にも出会えると思いますので、皆さんね足を運んでみてはいかがでしょうかということでね、終わっていきたいと思います。こんな感じでね、僕のこの下地家のチャンネルでは、まあ、宮古島の情報だったりね、今回みたいなイベント遊びに行くぞとかね、またいろんなことやってます。で今回みたいにね日常 Vlog ね、を撮りながら、まあ、観光地でもありますので観光スポットなど巡ってますのでね、気に入った方いたらチャンネル登録といいねもよろしくお願いしますということで、ね、終わっていきたいと思います。お相手は下地父ゆうきでした。ではバイバイ。日曜日待ってます。2月4日日曜日、島をつなぐ来てね。下地家も行きます。